やばい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 、みんなやばいよ。ジャイアンツの最強打線がマジで見られるかもしれないっす。日本シリーズに行ったとしたらヘルナンデスがマジで帰ってくるっすよ。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、ヘルナンデス選手本当に帰ってくるよ。マジですごい復帰スピードやと思うわ、本当に。まあもちろん本人もリハビリすごく頑張ったと思うし、もちろん、まあもちろんそれはそうなんだけど、やっぱりね、トレーナーさんね、本当に献身的なサポートというか、本当に素晴らしいと思う。うん、まあそれも含めて今日ちょっとお話していきたいと思います。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今年中にですねチャンネル登録者数5万人、500人、違うよ、5万人を、ね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと今日はね、ヘルナンデスが復帰するんじゃないかっていうところについてお話していきたいと思います。はい、ですね、中日戦ですよね。8月だったと思うんですけども、まあ手首をね、骨折してしまって、まあ全治3ヶ月というふうに言われましたと。で、8月からなんで9、10、11というところで、まあ日本シリーズ間に合わないんじゃないかっていうふうにね、まあ今季絶望じゃないかって言われてたんですね。で、実際ファンの声の中にもですね、まあ来年頑張ってほしいから、うん、もうゆっくり直して、でもう来季でいいよっていう風にね言ってるファンの方もたくさんいらっしゃいました。ただそういう状況の中でヘルナンデス選手は、絶対、ファイティングポーズをねやめなかったというところですね。で、まあ、チームがね優勝して、うん、で CS に行って、で日本シリーズに行った場合、僕は日本シリーズから復帰絶対するよっていう風にまあね言っておりました、以前からね。で、今ね、ゲルシーチャンネルであったりとか、まあジャイアンツの X であったりとか、まあいろんなね、各 SNS で、見ておりまして、ヘルナンデス選手がね、屋外でフリーバッティングを始めたりとか、まあいろいろね、実戦というか、シートバッティングに対して、ピッチャーと対峙してね、それ、復帰する目とかね、こうどんどん立ってるっていうところをね、見て、あ、いよいよやなと、うん、この段階入ってきたかなっていうふうにね、今僕自身ね今思ってますと。で、冒頭で言いました、トレーナーさんのね献身的なサポートというふうなことを言いましたけども、本当にね、僕もねジャイアンツにいた時怪我たくさんしました。で、本当にトレーナーさんにはお世話になって今でも感謝しかないんですけども、例えば今回のヘルナンデス選手のね左手首の骨折、すごく重症だと思います。で、まあ、いろんなね、治療の過程があるんですけども、やはり、トレーナーさんはですね、本当に毎日ね、朝早くから来て、一番夜、本当に一番遅くまで行って帰るっていうね、そんなね、生活を毎日、僕ら選手たち、まあ、僕らというか、まあ、僕はもう選手辞めてますけども、選手のためにやってるんですね。で、今回の、まあ、左手首の骨折というところで、やはり手首という箇所は野球で言ったらすごく重要なところなんで、ヘルナンデス選手で言ったら、まあ、取る。まあ、左手で取りますよね、右投げなんで。取ったりとか、もちろん打ったりとか、うん、走塁の際に左手でついたりとか、まあ、いろんな場面が想定されるわけですよ。で、トレーナーさんは、まあ、その、治療のね、まあ、現状なんかを見ながら、じゃあ今日はこういう風なメニューを組もうかとかね、こういうスケジュールを立てて、こういう感じでやっていこうとか、全部、スケジューリングまで、全部やってくれるんですね。で、その中で、まあ、ゲルシーチャンネルなんかを見てると、まあ、非常に、すごいなと思ったシーンがありまして、やはりね、なんか手首と聞くとですね、まあ、取って、打てたら、なんとかいけるんちゃうかっていう風にね、普通思うじゃないですか。だけども、やっぱり野球は先ほど言ったように走ったりすることもあるんで、走って左手でこうベースをね、ホームベースをこうタッチしてスライディングするっていうやり方もあったりするんで、そこのね、確認作業なんかも本当に行ってたんですね。だから、本当に考えられる、考えうる、すべてのシーン、うん、左手首を使う野球において、左手首を使うシーンをすべてチェックするんですね。うん。
バッティングもそうだし、まあ、取るのもそうだし、送球の時のそうだし、走塁の時に例えば牽制でこうね、変える帰塁した時のベースにこうカーンって当たった時に大丈夫かとか、そういったことも全て確認してから、まあ、復帰できるんですね。でそれを改めてなんか今日思い出しましてね、なんか本当に、まあ、ヘルナンデス選手もね、もちろん歯を食いしばってねリハビリ頑張ったと思いますけども、やはりそういった裏にはですね、その裏にはですね、そういう周りを支えてくれる人たちというかね、うん、選手をちょっとでもこう良くするとか、うん、サポートするみたいな人たちが、たくさんいるから、こういう風にね成り立ってるんだなって改めてね、本当になんかこう動画なんかを見てるとね、なんかこう思いました。本当に僕もねたくさん怪我したんで、トレーナーさんには本当に感謝しかないです。はい。で、あの実際、ヘルナンデス選手の動きなんかを見てるとですね、まあもちろん、まあ 100% ではないと思うんですよ。ただ守備なんかを見てると全然正直多分いけるなっていう感じがするし、まあもともと守備がめちゃくちゃ上手いかって言われると、まあそういう、まあ下手ではないですけども、まあめちゃくちゃ上手い選手ではないので、だからまあ守備はね、まあまあまあって感じだと思うんですよ。でまあ問題はバッティングだと思うんですけど、やはり左手首というところなんで、強度というかね、どんだけスイング、強いスイングができるかっていうところだと思うんです。で、フリーバッティングなんかを見させていただいたんですけど、やはり、僕が見るからに、まあ、8割から9割ぐらいで、今現段階で打ってね、柵越えもね、何本かね、打ってましたんで、非常に、現状はね、良好なんじゃないかなというふうに思いますし、まあね、日本シリーズにもし出るとしたら、まだあともうちょいね、期間はありますから、間違いなくね、日本シリーズに出れるんじゃないかなっていうところは僕持ってますと。で、あとは、まあ、少し実戦が離れたんで、実戦のね、まあ、シート打撃であったりとかっていうところでを、こう繰り返して、実戦のね、感覚をね、もう一回こう回復させていくっていうところに努めれば、僕は全然ヘルナンデスは本当に日本シリーズ行ったとしたら、巨人が日本シリーズ行ったとしたら、絶対出場できるなっていう確信持ってます。もうこれマジなんで、もう、皆さんね、安心してください。本当に、ヘルナンデス、日本シリーズ行ったら絶対帰ってきます。はい。もうこの、後の日数と、彼の今の現状のバッティングを見ると、絶対いけるなっていう感じがするんで、これはね、あとは、巨人がしっかり DeNA に勝って、まあ、日本シリーズに行くというところだけだと思います。で、その中で、まあ、DeNA との試合、まあ、どうなるかなっていうところを、ちょっと振り返っていくというか、ちょっとお話ししますと、やはり結構、極端な試合になるんちゃうかなと思ってて、まあ、DeNA はすごく打線がいいですよね。で、ジャイアンツは、ま、打線も別に悪くはないですけども、どっちかっていうと、ま、守備のチームですよね。ってなってくると、まあ、巨人が勝つには、ま、DeNA 打線をどんだけ抑えれるか。で、DeNA がもし勝つとしたら、多分、打ち勝ってっていうところになってくると思うんで、まあ結構両極端な試合になるんじゃないかなって僕予想してます。まあその上で、まあこっちはね、菅野投手であったりとか、戸郷投手であったりとか、まあグリフィン投手であったりとか、まあ素晴らしい投手がね、控えてますんで、そこまで、そんなにめちゃくちゃめった打ち食らうかなって言われると、まあ全然ね、ゼロではないですし、相手も打線がすごくいいので、なんとも言えないところはあるんですけども、でも、全然ね、彼らならやってくれると思うし、うん、コントロールミスをね、できるだけ少なくしていけば、全然ね、大丈夫かなと思うので、そこはね、まあそういう試合展開になりうるんじゃないか。両極端になるね。勝つんだったら、例えば 2-0 とか 3-0 とかぐらい勝って、負けるとしたら、例えば 8-1 とか 8-2 とかそんな感じになっていく、なんかその両極端になりそうな、ところはね、ちょっと予想としてありますと。で、その中で日本シリーズ行った場合、今、先ほどね、最強打線が完成するかもっていうふうに言いましたけども、実際、今、モンテスと、ヘルナンデスって、一緒に試合出たことってなかったと思うんです。確かね、うん。っていうところがあって、まあ、モンテスの状態が上がってきてますと。フェニックスでね、しっかり試合出て上がってきてますと。で、ヘルナンデスも帰ってきますと。なったら、まあ、その二人をスタメンで使うことができると思うんです。で、スタメンを考えるとですね、やっぱり一番、ライト、丸。うん。で、二番、これね、CS ね、ファイナル出れないっていう風に言ってますけども、もしかしたら日本シリーズ出れるんじゃないかっていうところで、2番セカンド吉川。うん。で、3番センターヘルナンデス。で、4番ファースト岡本。
で5番レフトモンテス、うん、で6番キャッチャー大城で7番サード坂本、8番ショート門脇、9番ピッチャー、まあ、戸郷とかね、っていうところでやると正直マジで打線エグいんちゃうかっていうところはあるんで、まあ、巨人は守備のチームっていうふうなことを先ほど言いましたように言いましたけども、この打線は結構エグいなっていうところ、まあ、この条件としては、まあ、モンテスがしっかり状態上がってるっていうところと、まあ、吉川選手がね、まあ、その脇腹、左脇腹の怪我がしっかり治ってというか、まあ、治ってなくてもプレーできるっていうところまで行って、まあ、出れるというところを前提としてですけども、この打線えぐない、みんなワクワクしてへん、僕は本当にね、こういう打線が日本シリーズで組めるんじゃないかなっていうふうにね、思いまして、本当に今からワクワクしてますと。はい。で、まあ、相手はね、パリーグの相手が、まあ、日本ハムなのか、まあ、ソフトバンクなのか、それはちょっとわからないですけども、まあ、どちらが来ようともですね、やっぱり強い、まあ、強敵なのは間違いないので、まあ、投手はね、ジャイアンツはいいとは言えね、やはり打線でカバーできるに越したことはないので、そういったことで、まあ、この打線っていうのを早く見れるようにね、本当に今からワクワクしてるんですけども、まあね、とりあえず目の前の DeNA というところをしっかり倒してもらってですね、日本シリーズ行って、僕はソフトバンクとね、やりたいなって、やり返したいなっていうふうな気持ちはありますけども、まあね、しっかり日本一になって、銀座パレードですか、見てみたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はワクワクした内容をお伝えできたと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。